平成29年3月6日、阿蘇市一宮町の阿蘇中央高等学校で、生徒たちがプロデュースした赤牛料理の試食会が行われました。この試食会は、阿蘇中央高校が熊本県から阿蘇世界文化遺産登録推進教育モデル校に指定されていることから、赤牛の消費拡大や地産地消を進めようと行ったもので、今回で5回目です。試食会に出された赤牛料理は、阿蘇日の山赤牛丼など7点で、農業食品科2年の生徒28人が7班に分かれて、赤牛の肉をメインに、高校で栽培され、阿蘇ジオパークブランドに認定された阿蘇のうまか米などを使い作られています。試食会には、行政や旅館組合、観光関係者らが出席して、生徒たちがプロデュースし、小分けされた7品目の赤牛料理を食べました。試食した人たちは、どの料理も味付けが良くて美味しいと話していました。阿蘇中央高校の生徒が考案した弁当は、これまでに6品目商品化されていて、道の駅阿蘇で販売されており、評判もいいということです。